が前ですね。はい、じゃあネクストラードスペクラ、スペクトラのピーズロールスプレーね、いらっしゃいますね。はい、じゃあ変わりなかった。でね、もうこれ以上増えんでもいいから体重、ああ食事上の作業若干減らす、うん、10、10ぐらいでしといてもらいましょうか。わかりました。うん、ちょっとね太り気味になってきた。そうそうそう、だから 100g 食べてて、まあ、10、10で、まあ、1割か10ぐらいでいいよね。じゃないと肛門腺が絞りにくくなってくる、だんだん。あ、そうです。ここに脂肪がいっぱいついてくると、うん、だから余計ギュッとやらなきゃいけないから、余計この子に締めれば痛いんだよね。じゃあ 10% ぐらい。そうそう、だから 15g を2回も、10g を2回ぐらいに、ちょっとだけ、はい、ドライフードはそのままでいいですから。はい、すいません、じゃあどうぞお願いします。はい、すいません。はい、はい、わかったよ。はい、どうもありがとうございました。